皆さんこんにちは。ハリキュー整体なる治療院の院長伊藤です。今回はぎっくり腰ですね。ぎっくり腰がだいぶ良くなってきて、もう一息という時とか、あとは、ぎっくり腰の予防がしたいっていう方に、とってもいいストレッチをお伝えしたいと思います。ですからぎっくり腰をこうまだやったばっかりとか、痛みが結構あるっていう場合は、手首とかあと首とかですね、腰から離れたところをストレッチする方が早く良くなります。で、その方向けのストレッチについては、この画面の下のですね、説明のところにリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。ぎっくり腰ってね、実は腰だけが悪いんじゃないってことが多いのよ。特にお尻と背中。この2箇所が硬いと腰に負担がかかるの。だから腰を伸ばしながらお尻と背中を緩めるのが大事なの。ちょっとこれを見てくれる？体の筋肉ってお互いにつながってるの。だから、例えば、背中、腰、足の筋肉がそれぞれ柔らかければ、無理なく伸びるんだけどね。足や背中の筋肉が硬くって伸びないと、同じ姿勢をしようとすると、こうやって腰の筋肉だけが伸ばされちゃう。だから、腰が痛くなるの。そんな時に、足や背中の筋肉を緩めてあげると、腰が楽になるってわけ。今日はね、寝っ転がったままで、お尻、腰、そして背中まで伸ばせるストレッチを紹介するから、頑張ってみてね。はい、今回のストレッチは、ご自身の、腰の痛みに応じて加減ができるというのが特徴です。ですから、ぎっくり腰だいぶ良くなってきたけど、まだちょっと心配だなっていう方にもぴったりの方法です。じゃあ、早速スタッフにやってもらうから、覚えてちょうだいね。ねえ、準備はいいかしら？はい、大丈夫です。じゃあ、わかりやすくお願いね。はい、わかりました。今回お伝えするストレッチは、お尻と腰と背中のパートに分かれているんですけれども、まずはお尻のストレッチからです。で、このお尻のストレッチはどこに効くかというと、このお尻の大臀筋ですね。大臀筋、そして中臀筋、横についているところ。そして、あとは座骨神経痛なんかの原因になる梨状筋といって、奥の方にある筋肉も伸ばすことができますので、ぜひコツをつかんでください。で、まずはですね、片足ずつです。で、膝をぐーっと近づけていきます。なるべく、ぎっくり腰になっているときは、腰に力が入ると痛むので、腰の力を抜きながら、手の力だけでぐーっと近づけましょう。ぐーっとの力を近づけていくと、お尻の真ん中の下のあたりが伸びるのを感じると思います。で、伸ばしていって、これで、あとは、腰の痛みとちょっと加減しながら、無理に伸ばさないようにしてください。で、ぐーっと伸ばして、で、今真ん中辺効いてますけども、今度はそれを横にずらします。内側ですね。上げてから内側。ぐーっと上げて内側にすると、ちょうどお尻のちょっと横の方に少し効いてくると思います。で、これを、流れるように回していくと、このような感じでストレッチができます。で、ぐーっと止めておくよりも、この回しながら、動かしながらの方がいいです。ねえ、よくぐーっと伸ばしっぱなしのストレッチがあるけど、なんでそうやって動かしながらストレッチをするの？はい。ですね、ぎっくり腰なんかの時は特にそうなんですけども、血流が悪くなっていて、腰の筋肉が緊張している場合があるので、この動かしながらだと血液を止めずに筋肉を伸ばすことができるので、緩みやすくなるんですよね。なるほどね。動かしながらってのがポイントね。次は腰を伸ばすんでしょ？はい。お尻を伸ばした後は、今度は腰の方を伸ばしていきます。で、先ほどですね、このようにしてお尻の方を伸ばしたと思うんですけども、この流れで今度は膝を反対の方に倒していきます。そうすると体がねじれます。で、こちらの手で体を支えながら、あとは右手の方ですね、反対の手と両方の手で、加減をしながら、ゆらゆらとこのように揺らしていきます。そうすると、止めずに動かしながら腰の筋肉が伸ばすことができます。
で、この状態でゆらゆらゆらしていって、この流れで今度は背中の方も伸ばしていきます。で、この状態で今度手をですね、ぐーっと真上に拳を突き上げるように伸ばしていきます。ぐーっと目いっぱい真上に伸ばしていくと、この背中のですね、広背筋、ここが伸びていきます。これが伸びてくると腰の方まで楽になるので、ぐーっと伸ばしていきます。こうですね。で、もう一回一連の流れで言うと、まずお尻、膝をこうやって回しながらお尻を伸ばして、で、膝を反対に持っていって、手で、両方の手で、ゆらゆらゆらしながらひねって腰の筋肉を伸ばしていきます。で、これで上下、腰の上の方の筋肉、下の方の筋肉、まんべんなく伸ばしていきます。で、しばらく腰が伸びたなと思ったら今度は背中ですね。手をぐーっと真上に突き上げて、もうこれでもかっていうぐらい突き上げると、背中の広背筋、ぐーっと伸びていきます。で、これで腰の方がだいぶ楽になってくると思います。で、これをですね、例えば予防でやりたいなっていう方は、もう目いっぱいぐーっと痛みの出ない範囲で伸ばしてあげると、ぎっくり腰の予防になるので、ぜひ試してもらえたらと思います。わかりやすかったわよ。ありがとう。はい、今回のストレッチですね、結構簡単そうでしたけれども、すごい気持ちよさそうな体操というかストレッチでしたよね。ですから、こう例えば寝たままでできるので、お風呂上がりにちょっとゴロンとなってやるとか、あと寝る前に布団の上でやってみると腰が楽になると思います。ぜひ試してください。あとはですね、お知らせなんですけれども、今ですね、無料のプレゼントとして体質別のダイエットブックというのをお配りしています。で、今ちょうどこの上あたりに出てくるリンクか、番組の最後にもリンクが貼ってありますので、次のプレゼントに移る前に受け取ってもらえたらと思います。みんな、質問や相談はメルマガの返信で待ってるわよ。そうそう、ねえみんな、チャンネル登録ってしてる？いざっていう時にすぐに役に立つ動画が簡単に見つかるからいいわよ。今画面の上に出てるやつを押すだけだから、登録しておくと困った時に役に立つわよ。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。